東京の何気ない場所を人気インスタグラマーがおしゃれに切り取る、あなたにもできるインスタ映えするテクニックをご紹介します。東京インスタライフ、今日のインスタグラマーは、ということで今週は日替わりでに人気インスタグラマーの皆さんに来ていただいて、そのテクニックを教えていただいています。今日の人気インスタグラマーはフォロワー数5万6000人モデルの鈴木えりかさんです。お願いします。もうインスタは長いんですか？長いですね。2、3年ぐらいです。あ、結構やってますね。魅力は何ですか？一番魅力は簡単にアップできるところですね。手軽に、スマホですか？大体スマホです。あ、スマホで、はい。今日もよろしくお願いします。はい、お願いします。ということで鈴木さんのインスタテクニック早速見ていきましょう。こちらです。自撮りでできる素敵なポートレートということで、今日は堀さんも注目のセルフィー、自撮り、はいはい、これ教えていただきたいんですけれども、はい、今お持ちなのがこれセルカ棒です。やってますね、はい、やってますこれ必ずやっぱセルカ棒で撮るっていうのが、そうですね、自撮りではいいんですかね？広い範囲は映んないんですけど、はい、狭い範囲で可愛いポイントでおしゃれに撮れます。なるほど。これも常にじゃあ持ち歩いてないといけないですよね。ですね。もう武器ですよ。武器です武器です、はい。その写真、撮っていただいた写真がこちらなんですが、写真見ていきましょうか。これですね、はいはい、これはどういった写真ですか？ですね、あ、これは携帯を立てかけてセルフタイマーで撮りました、うん、あ、そっか、これ撮ってもらってるんじゃなくて、はい、じゃなくて置いて撮ってます、うん、これはそうですよね、はい、じゃあここに誰かがいるわけではなくて、ではなくポーチに立てかけて置いてます、スマホを。なるほど。皆さん使ったことあります？セルフタイマー、スマホの。あ、今画面でも出てますね。あ、そうですね、はい。意外に、え、なんだっけ、10秒版、5秒版ぐらいあるんですか？そうですね、1秒版もあります。1秒版もあるんですか、はい、一瞬ですね。一瞬でどういうシチュエーションなんだろう。パパパって、なかなかこれセルフィーって恥ずかしくないですか、街中でこういう風にするの。そうなんですよ、うん、なので、あの、人があまりいないところでやります。あ、そうなんですね、はい。今鈴木さん、今こう何のアプリ使ってたんですか？今は何のアプリですか？あの、連写のアプリです。あ、連写、これこれ、1秒でやります。あ、本当だ。そういうセルフィー用にアプリを駆使してるって感じ。そうです。あ、なるほどね。そうすると、こう1回で1回1回こうセットしなくても何枚も撮ると、まあ無駄なく撮れますもんね、はい。さあ、では続いての写真見ていきましょう。はい、はい、こちらですね。ドン。これは、あ、後ろ姿もちょっと自然に撮れるんですよ、可愛く。あ、確かに後ろ姿って、あの、セルカ棒じゃ撮れないですよね。そうですね、はい。もうこれ自分の後ろ姿を見ることってあんまりないですけど、はい、背中って太ってるか太ってないかの試金石。自分の背中を見てがっかりしたことがあるんで。今ね、堀さんちょっと興味があるとこそこで、そう、ダイエットに、どうですか、瀬尾さん。いや、あの、スマホにセルフタイマーがあること、そう言われたらそうだったなと思っちゃうので、触ることないです。意外に使えるって話ですよね。リードさんはどうですか？僕はもう画面いっぱいになってしまうんで。いや、笑うとこじゃないんだよ。でもね、リードさんでもちゃんとこの距離感とか ね、はい、結構伸びるんで、はい、セルカ棒も。最後にですね、インスタグラマーの皆さんには今回共通のお題として東京タワーを切り取っていただいているんですが、はい、その写真がこちらです、はい、あ、レインボーです。レインボーに色が綺麗ですね、はい、これはどういうところがポイントなんですか？まあ、ちょっとカラフルで華やかなところですね。あんまり見ない東京タワーなので、撮っちゃいました。東京タワーもこのセルフィーするときとかっていうのはすごく高かったりするじゃないですか、はい、そういうのはなんかテクニックあるんですか？全部下から撮ります。あ、今度は上じゃなくて下から撮って全体を写す感じですね。なるほど。煽るとどうしてもちょっと二重顎になるんじゃないかとか、はい、ちょっと気になるんですけど、そこはちょっと角度でごまかします、うん、角度でごまかす、はい、なるほど。なるほど。いいやん。はい、ということで今日は鈴木さんにインスタのテクニック教えていただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。以上、東京インスタライフでした。
さあ今日はインスタグラマーとして鈴木さんありがとうございました。ありがとうございました。今日いかがでしたか？楽しかったです。勉強になりました。いろいろすごいニュースの時間もね、パッと見たらあんってこう見ていらっしゃったから、どのニュースが一番気になりましたか？錦織選手ね。僕たち頑張りましたよ。ありがとうございました。さあ瀬尾さんいかがでしたか？今度スマートフォンのセルフタイマー使ってみます。使ってみますね。そうですよ、みんな一回ちょっと、ね、機能チェックしてみたいですね。お医者さんいかがでしたか？はい、ぜひぜひ撮ってみたいと思います。